前ちょうど4周年になりまして、はいはいはい、え5年目になりました。今後ともよろしくお願いします。すごいね、5年か。いやでもその、まあ、ちょうど4年で、うんうん、今よ5年目がスタートしてるんで、うんうん、でも5年目をさ、そのこれまでミュージックビデオと中曽さんともうちょっといろいろやれて、うんうん、5年のタイミングでドーンって出せたらいいなっていう。ああ、それは面白いですね。この1年間、うん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 、そういうイメージではいるから、そういう話を今日したいな。ああ、ぜひぜひ。なんか、企画会議。企画会議。企画会議をめちゃめちゃ。めちゃめちゃみんなに聞かれてるけど。企画会議しますよ。企画会議。今ちょうど5年目の年っていうことで。うんうんうん、でモルタルもそうだったじゃん。20年目をわーってやって、20周年みたいな。うん、まあ、うちらなんて5年なんてまだまだそんなぎよっこなんだけど、まあまあ1個節目としてもちょっと画面が揺れます。早速壊しそう。雰囲気はある。もういいポジション。いつ来るかわかんない感じ。できました。あ、できた。それごとじゃなくてここだけだった回るの。ああ。すごい、私ごめん、あの力づくやりすぎてこいつの形が変なの。すごいできた。林とまさかのピンク。みんなそんなピンクにさ。ここどう？今三脚置いてみたんだけど。あれですね、車壊れた時も車の中でこういうフレームレートとかそのね光のビット数とかなんとかの話してたら車動かなくなる。怖い、やめようこの話。この話は。怖いかな。新しい。そうさんです。うん、いい？よく見える。それで食べたくなる。大好きポプロゴンド。いいの？食べ放題したい。いざ食べ放題したい。さっきから広告に釣られてる人たちが。ここ真面目に見てるだけだし、ただただうまそうです。ただただいませんね。いませんな。いませんね。あ、そっか、なるほどね。その位置だったら。やっと来た。You're the one who's got the power.
あ、そうです、そうです。すみません。はしゃいじゃってきます。てか、あの、お店の前で撮ってます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。すごーい。おー。あ、良かったです。ありがとうございます。流れました。すごい。ちょっと美容室の前でずっと待機してたから、うん、不審に思って見に来てみた。でも応援してますって言った。応援してますって言ってくれた。ありがてえ。本当に良かった。ありがたいっす。川越で髪を切りたいわ。川越で髪を切る。目の前にあります。こちらでぜひ。髪を切ってください。感動した。あ、本当でムービー撮っちゃった。自分の iPhone で。気がつけば1時間超えた。あ、よかった。本当に、まあ、みんな結構一緒に 見れてよかったね。ね。やっと来たーってなってる。いやこれ実際見るときは結構あれだね。いや本当、本気強く待たないと。本気強く待たないと、うん、そうね、大変かもしれない。見れたぜ。ここで見れたぜ。夜勤明けで。わあ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もし機会があれば見てみてください。またね。面白かったよね。かなりありがとう。うちらもちょっと何か食べて帰りたい。せっかくなので川越にお金を落として帰ろう。じゃあありがとうございました。ありがとう。朝早くからうなぎ食べてね。すごいな。うなぎ食べてちょっとうな重の値段と相談します。ありがとうでした。ありがとうございました。お休みの人は休みなさい。そして良い休日を。あと仕事頑張ってください。ではどこで終わりするのこれ配信するの。小江戸ライブビジョンチャレンジ、応援してくださった方々皆さん本当にありがとうございました。おかげさまで無事に最後大逆転の末のぶっちぎり1位っていう結果で、ここで先ほどのね、やっと見れましたが、ここで流れるのを流してもらえる、1ヶ月になってます。なんかこういうところで見るの初めてだったから、いや嬉しいなと思って、こういうビジョンって言うとどうしてもね、あの渋谷のね、あそことかそういうところばっかりこう、ね、イメージとしてあったけど、でも多分こういう規模のさ、地方っていうか地方にも多分こういう場所が多分おそらくあって知らなくても、うちらが通ってるこういう街とかをどんどん狙っていきたいなっていう。渋谷もいいけどこういうね、そう地方のね、で地元でね、そうだから、じゃあ川越行ってみようって言ってくれてる人は今回も学生いるみたいに、こういうなんていうの、地方でもこういうところもちょっと視野に入れて狙っていきたいなと、新しい野望としては、そういうのも生まれるようなう、ね、チャレンジで、みんなが、皆さんのおかげで、掴めた、チャンスだと思います。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。